皆さんこんにちは、みなりんです。ちょっとお久しぶりですね。人生でちょっとだけ嫌なことがありました。YouTube 関連じゃないんですけども、辛いことがあったので1週間自分に集中してリフレッシュしてきました。でその間なんですけども、じゃじゃん、たくさんのプレゼントとお手紙いただきました。こういうのいただけるって本当に本当に嬉しくって、もういつもありがとうございます。というわけでたくさんいただいたので皆さんと一緒に開封していきたいと思います。では早速始めてみましょう。まずはこれは健康診断だ健康診断基本的には全部 A です。はい、でお手紙ですが、まずはこちら、かわいいピーナッツの袋です。わあ、たくさんいただきました。わあ、かわいいメモ帳のお肉のメモパッドたくさん素敵なメモパッドいただきました。チワワとかかわいい付箋とかにマーカーいただきました。おお、これでマーカーチャレンジができそうです。あと1本あれば3色マーカーチャレンジになりますね。サワちゃんって言うんですね。わあ、ありがとうございます。というわけでまずはサワちゃんからとても素敵なメモ帳とか文房具いただきました。次はこちら、肉ちゃん。肉ちゃんからは手紙と、めっちゃ可愛いスクイーズ、嬉しい、肉系のスクイーズです。モニマルズ系のこのめっちゃ伸びるスクイーズ、いいっていうか可愛い、これいいスクイーズです。可愛い似顔絵付きで、私こんなに可愛くないです。肉ちゃんありがとう。はい、で次ですがこちら、すみっこ暮らしのお手紙です。ペンギンさんのお手紙だ。っていうか皆さんめちゃくちゃ字が綺麗。そしてこれいただきました。私これ初めて見るんですけども、なんかグミ型のプニプニスクイーズです。何のスクイーズだろう、グミっぽい、知ってる方がいたらぜひぜひコメントください。ゆうちゃんかな、ありがとうございます。はい、続きましてこちらの袋もいただきました。ちょっと住所が書いてあるので手で隠してます。なんかたくさんいろいろと入ってる、やばいやばい、これやばいですよ。まずはお手紙読んでいきます。私がえっちゃんとのスクイーズ交換で、あまりモニマルズ系のスクイーズを持ってないって言ったんですけども、いろいろと用意してくださったっていうことなので、いいんですか、やばい、嬉しい。ではちょっと一つ目いきます。こちら、手元写しましょう。ほら、めちゃくちゃ字が素敵なんです。しかも絵が可愛い、一つじゃない、いきます。すごい、こんなに用意してくださいました。しかもこれだけじゃないんです、まだまだあります。いきます。あ、おおお、こんなに入ってます。まだ割りじゃないんです、実は。あとはこれとこれも入ってました。こんなに、わ、しかもどれもめちゃくちゃ可愛い、見てください、この顔、豚さん丸、あ、豚さん可愛い、超プニプニ。じゃあこの子はブーちゃんと名付けます。にょーん、これ開けるのもったいないな。ですがちょっと開けちゃいます。これ触ってみたかったんです。ちょっといきます。超プニプニ、どれも素敵すぎて大事にしたいので、またこの中に戻しておきます。どれも素敵すぎてありがとうございます。これを全部宝物箱に入れておきたいと思います。この子たちは後ろの棚に飾り付けていきたいと思います。はい、で最後ですがこちらいただいたので開けていきたいと思います。こんなに大きい箱に入れてくださって、ちょっと想像がつかないです。あ、ちょっと待ってください。うわー、素敵、綺麗に入れてくださってる。ちょっとお手紙読みます。イラストも上手、私こんなに可愛くないんですけど、ピオニーちゃんとコットンテールも描いてくださいました。嬉しい。ではいただいたのでいろいろと開けていきたいと思います。これなんだろう、
風船スクイーズってこんなにいい音出るんですね。これで音フェチしてみようかしら。こちら、いい音。何が入ってるのかなと思ったらパン粉入れてるんですね。へえ、初めて知りました。やっぱりね、手作りのスクイーズいただけるって本当に素敵なので、これも後ろに飾っておきたいと思います。こちら気になっちゃいます。めっちゃスクイーズもらいました。やばい。こん中にあるのもスクイーズなのかな。ビーズと、かわいい帽子いただきました。スクイーズ開けていきたいと思います。これいいですね。あ、目がキラキラしてる。もちもち。私が今まで見たことがあるお魚スクイーズって全部高反発とかなんですけど、これ低反発だ。すごい、やばい、かわいい。あ、こういうの好きです。ありがとうございます。わらび餅スクイーズいいですよね。飛び出るフルーツ水餅いきます。これもまたいい音。タコ、初めて見ました。リアル。あー、超リアル。いる、海にこれいます。これは、これ海に持ってって見つけたって声やったら絶対みんな本物だと思うと思います。だってリアルすぎるもん。タコが動いてる。これでも好き。そしてパンケーキにチュルチュル系スクイーズいただきました。この色持ってないんで嬉しい。そしてこちらサーモン巻きかな。よいしょ、サーモンが出てきます。これは何だろう。もうウサギ大好きなんで、めっちゃいい。大きさがすごいぴったし。え、こんなに大きいモニマルズスクイーズってあるんですね。あ、これ集めたいですね。どこで売ってるんだろう。よいしょ。お寿司のスクイーズ初めて見ました。低反発、横がボコボコしてるので本当にご飯粒みたいな感触です。でもちょっと作れそうだな。こことか転写シールとか貼って作れそうな感じがするので、今度挑戦してみたいと思います。そして最後がこちら、かわいい。あ、やばいやばいやばい、天ぷらの猫ちゃん。面白いですね、アイディアが。しかもめっちゃもちもちぷにぷに。このシリーズもいいですね。初めて見ます、エビ天アニマル。はい、というわけでこちら全部いただきました。もう本当にありがとうございます。はい、というわけでたくさんいただきました。ありがとうございます。ちなみにこの棚にいくつか飾りました。いただいたものとかね、今後もここに飾っていきたいなと思います。こんなに素敵なものたくさんいただけて本当に幸せです。また頑張って動画投稿頑張りますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。